写真拡大。中日 OB の間からルーキーの根を登る内野手19を心配する声が上がっている。このまま1軍に上がらなければ2軍ずれしてしまうかもしれないというのだ。2軍ずれとは2軍の環境に悪い意味で慣れてしまうこと。根は2軍戦でスタメン出場を続けているが、それが日常決まりの仕事になってしまっては元も子もない。そうならないためにも星野監督時代をよく知る OB は、与田監督は根を2軍で大事にじっくりと育てる方針みたいだけど、1回ぐらい1軍に上げてもいいと思う。同じショートの強打に気を使ってるのなら、根をサードでもセカンドでも使えばいいじゃない。早く1軍を経験させた方がいいと根をの早期1軍昇格を訴える。旬な時期に1軍のシビアな雰囲気を経験することこそが最も必要だというのだ。ただ2軍戦で根は打率1割8分8厘と十分な結果を残せていない。それでも2軍で調子が悪くても1軍に行くとタイミングが合う選手がいるから、選出の OB とファームでの成績にこだわる必要はないという。中日の残り試合はあと35。果たして根尾の1軍昇格はあるか。